ハリー・ムリッシュは、オランダの小説家である、ミレム・フレデリック・ヘルマンス、ヘラルド、レイフェと共に戦後をオランダの三大作家の一人とされる。ハールレムに生まれ、1958年からは、アムステルダムに在住する。父は、オーストリア・ハンガリー帝国の出身で、第一次世界大戦後に、オランダに移住し、第二次世界大戦における、ドイツ占領下で、 ユダヤ人の没収財産の処理を行ったドイツの銀行に勤めた。母はユダヤ人である。父とナチスのつながりにより、無理主と母は強制収容所に送られることはなかった。両親がこのように微妙な地位であったことから、無理主は自分は第二次大戦自身であると発言したことがある。二0 1年十月三十日、ガのためアムステルダムの自宅で死去した。 83歳没、第二次世界大戦についての作品が多い。戦時中に父はドイツ側の仕事をしたため、戦後に3年間の懲役を受けた。無理種の人格形成期のほとんどは戦時中であったので、大戦は人生や作品に大きな影響を及ぼしている。また、ギリシャ神話やカバラなどのヨーロッパの伝説、神話や政治思想も作品に取り込まれている。 代表作の一つ、デアンサラグが1986年に、追走のカナの名で映画化され、これがアカデミー外国語映画賞を獲得したことにより、無理ュは、国際的にも有名になった。他の代表作にデアント・デ・キング、バン・デ・ヘメルがある。ありがとうございます。